大議員、大議員、大議員,大議員は、ルクセンブルク大公国の立法府。任期は5年間で、比例代表制による選挙で選出された60人の議員で構成される。議事堂は、ルクセンブルク市の大公宮殿に隣接している。大議員は、立法手続きの一部を担っており、法案の作成や審議を行い、法律として成立させるかを採決する。政府、または、 すべての議員は法案を提出することができる。政府提出の法案はプロジェクトでロイ、議員提出の法案はプロポジションでロイと呼ばれる。法案が付託されると関連委員会に送られて、そこで審議が行われる。その後、いずれの法案も国家諮問委員の承認を受けなければならない。また、法案の中には職業別の諮問会議といった他の機関の意見を、 要するものがある。これらを経て、法案は本会議において審議、採決される。規定では、法案は一度可決されても3ヶ月後に、再び採決されなければならないことになっているが、国家諮問委員が同意していれば二度目の採決を省略することができる。通常、成立した法令はその全文が官報で交付され、その3日後に施行されることになっている。 また大議員は立法に加えて政府の監督という機能を担っている。大議員は国家財政の監視や調査や閣僚に対する質疑を行い、これらについて議論し行動を求めたり閣僚の不正を求断したりする。外交に関して大議員は国際協定を批准する機能を有している。大議員が国際協定を承認すればそれだけでもって 公的効力を有するようになる。外国との関係についても一部を大議員が担っており、国際的な議会の会合に代表を派遣している。大議員は直接選挙で選出された60人の議員で構成され、その任期は5年である。選挙にあたっては全国を4つの選挙区に分割し、それぞれの人口によって議員定数が定められている。 有権者の持ち票数は投票の方法によって変わる。その投票方法の一つは、任意の一つの政党に投じるもので、この方法ではその政党の候補者名簿に記載された、すべての立候補者が1票を得る子になる。もう一つは、任意の立候補者に対して投じるもので、この方法で、有権者は1人の候補者に、最大2票を同一の政党であるかどうかを問わずに2人の候補者に、 投じることができる。選挙は憲法の規定により、普通、秘密投票で実施される。1919年以降、選挙は18歳以上で、ルクセンブルクに居住し、かつ有権者名簿に登録された市民に投票権が付与されており、義務投票制となっている。選挙法では投票義務に反した、際の罰金刑が規定されている。 得票数が最多であった政党は、大公から政府を組織する命を受ける。最多得票政党の議席数が3十に満たない場合には、連立政権を組織することになる。当選した立候補者が新政府の閣僚となった場合には、議員資格を失い、それぞれの選挙区での所属政党の時点の立候補者が、繰り上げ当選する。 5人以上の議員が所属する政党は大議員で会派を結成することができる。会派は大議員での活動を行いやすくなり、法案を提出することができるようになる。会派の代表は会派代表者会議に出席し、議員運営理事会の任命や会議の日程を決定する。大議員の活動は憲法や選挙法、議員規定で定められている。 通常会議は10月第2火曜日の15時に開会され、この日が議会年度の初日となる。大議員の任期が5年であるため、通常会議は1期で5回開かれることになる。いずれの会期も対抗、またはその代理を務める首相が開会や閉会を宣言する。議長は対外的に大議員を代表する。開会中にあっては発言する時間を定めるなど、秩序や 規定の遵守が確保されるよう行動し、また大議員の評決や議決の結果を知らせる。副議長は議長の代わりを務め、副議長が不在である場合には、最年長の議員が議長の代行を務める。大議員の議長は、ルクセンブルクの第一市民と位置づけられる。2009年7月から、議長は、キリスト教社会人民党のローラン・モザールが務めている。 任期の冒頭において大議員は本会議において議員運営理事会を選任する。議員運営理事会は理事会議長と3人の理事会副議長、最大7人の理事で構成される。議員運営理事会は大議員の運営業務を担っている。また大議員の職員の任用などに関する議員からの財務や組織上の質問にも対応している。ただし会期中の個別の日程は 議員運営理事会ではなく、会派代表者会議で決定されている。会派代表者会議は大議員議長と会派代表で構成される。会派代表者会議は会議の調整と法案の規定について同意することを目的としている。委員会は議会の活動を効率的に進めるために設置されている。委員会は本会議に先立って法案や修正について 議論を行うために開かれる。各党は、それぞれの議席数に応じて、委員を出席させる。委員会には、常任委員会、調査委員会と法廷の委員会、特別委員会があり、大議員で、それぞれの委員を任命する。委員会は審議される案件の対象分野ごとに、設置される。特別委員会は特に倫理、移民、薬物といった、社会問題などを扱い、 随時設置される。調査委員会は政府に関する案件を扱う。2013年10月20日の選挙の結果、各会派の議席数は、以下のようになっている。キリスト教社会人民党は2013年総選挙で、第一党を維持したが、クザビエベッテルを首相とする連立内閣が成立したことにより、野党となった。同党,党が野党となるのは1979年。 以来のことである。大議員は、チェンバー e ー TV を開設し、2001年12月4日から、ケーブルテレビ放送と衛星放送を行っている。公開されている会議を中継するほかに、大議員の活動や議論といったものを放送している。ドイツ連邦規約第13条では、ルクセンブルク大公国は、両方独自の憲法と議会を制定することになっており、 これらは1841年に実現した。議会は国家会議として設置されたが、3月革命以前の時代においてその権限は小さいものであった。議員は直接制限選挙で32人が選出され、11の関東、軍が選挙区となった。3月革命はルクセンブルク大公国に民主制の強化をもたらした。1848年。 対抗議要務2世は憲法を改正することと国家会議を自由選挙される大議員に改祖することを承認せざるを得なかった。これによって議会の権限は大幅に拡大し国家財政に関する権限、法案の発議、議員の面積事項が定められていった。ところが革命後の反動を受けて1856年にこれらの改革は覆されて 旧来の議会制度が復活した。それでも1868年の選挙法は国家の発展をもたらすこととなった。議会は再び大議員と解消し、大議員の権限も強化された。それでもこの時の選挙制度は制限選挙であった。1901年6月22日選挙法の施行により、大議員の議員定数は48となった。 議員は関東ごとに直接選挙された。その任期は6年で3年ごとに半数が改選された。この制限選挙の下では10フラン以上を収めた24歳以上のものに付与された。1919年からは選挙法に今日の民主的な考え方が組み込まれた。普通、自由、平等選挙で女性にも選挙権が認められた。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。